はい、皆さんこんにちは。今日はですね、セガからの皆さんへのメッセージを解き明かしていきたいと思います。そのメッセージっていうのがこのロゴに入っているらしいんですよ。皆さんもセガは読めると思うんですが、この R のね、その他のどっかにメッセージが隠されているんです。これがちょっと分かる人はすごいと思います。何人か絶対分かる、何人かって結構分かる人はいるかもしれないんですけど、私はこれに驚きました。なんで紹介していきたいと思います。このロゴのどこに注目するかというと、ここではなくここなんですね。ここの縁のこの丸とか四角とか、一見ただデザインに見えるんですけども、これがなんとモールス信号っていうやつなんです。これも本当記号で、確かこの丸がなんかすごい短いトントンみたいな感じで、四角はツーっていうなんかやつで、それでなんか暗号化して送っているみたいな、このモールス信号に隠されたメッセージがあります。それを解き明かしていきましょう。はい、まずこのモールス信号をモールス信号変換器で、モールス信号から英文へ直します。そしたらですね、なんとこんな文字が出てくるんですね。はい、じゃあちょっと見てください。どうぞ。はい、変換器で英文に直したところ、こんな文字が出てきました。 UFO キャッチャー is not a vending machine。 はい、でこの英文を Google 翻訳で日本語に直してみたらこうなります。はい、で出てきたのが、 UFO キャッチャーは自動販売機ではありません。UFO キャッチャーは自動販売機ではありませんって書いてるんですね。信じるか信じないかはあなた次第なんですけど、私は信じますね。多分モール信号って言っても納得がつきますし、そんな的中するような言葉が出てくるってことは、多分本当にセガさんが伝えたかったことなのかなと思いました。はい、ということで結局のところ、モール信号を英文に直して、その英文を Google 翻訳で直して、それ Google 翻訳で出てきた日本語訳を私が直すと、セガは通れないということですね。はい、信じるか信じないかはあなた次第ということなんで、セガってすごいですね。ここにセガは通れないっていうことを暗号化して堂々と書いてるんで、すごいと思いました。これが私の意見です。ということで、また見てね。バイバーイ。